ライマー・オマー・リリアーノは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ、独立リーグアトランティックリーグのウェスト・バージニア・パワー、所属。2007年7月3日にサンディエゴ・パドレスと契約を結んだ。2008年は、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・パドレスで、プロデビュー。67試合に出場して打率。 198.9本類が37打点、9盗塁の成績を残した。2009年はルーキー級アリゾナリーグパドレスでプレーし、50試合に出場して打率。231.3本類が38打点、31盗塁の成績を残した。同年のアリゾナリーグのオールスターチームに選出された。2010年はまず、 A 級フォートウェイ・インティン・キャップスでプレーし、50試合に出場して打率、191.2本類が20打点、11盗塁の成績を残した。6月からは A-9、ユージーンエメラルズでプレーし、53試合に出場して打率、271.12打点、17盗塁の成績を残した。8月に A 級レイクエルシノアストームへ昇格。 14試合に出場して打率、220.1本類打6打点、3盗塁の成績を残した。2011年は A 級レイクエルの視野で開幕を迎え、4月に A 級フォートウェインへ降格。A 級フォートウェインでは116試合に出場して、打率、319.12本類打62打点、65盗塁と結果を残し、 ミッドウェストリーグのオールスターチームに選出された。また同リーグの MVP を受賞し、プロスペクト・オブ・ザ・イヤーにも選出された。オフの11月18日に40人枠に登録された。2012年2月21日にベースボールアメリカの有望株ランキング49位に入った。3月8日にパドレスと1年契約に合意した。3月15日に a、Q レイクエルの試合へ移動した。開幕から A 級レイクエルシノアでプレーし、74試合に出場して打率。298.5本塁が41打点、22盗塁の成績を残した。6月にはオールスターフューチャーズゲームに選出された。6月下旬に A 級サンアントニオミッションズへ昇格。53試合に出場して打率。 251.3本類が20打点10盗塁の成績を残した。2013年2月13日にトミー・ジョン手術を行った。3月9日にパドレスと1年契約に合意。3月10日に AA 級サンアントニオへ移動した。この年は手術の影響でシーズンを全休した。2014年3月3日にパドレスと1年契約に合意した。開幕から トリプル A 級、エルパソチワワズでプレー。8月11日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューし、13日の同カードでは初本塁打を放った。この年メジャーでは38試合に出場して打率、220.1本塁打、6打点、4盗塁の成績を残した。2015年は40人枠には留まったが、メジャーでの出場はなかった。マイナーでは、 トリプル A 級、エルパソでプレーし、131試合に出場して打率、292.14本塁が、64打点、18、盗塁の成績を残した。2016年1月22日に、アレクセイ・ラミレスの加入に伴い、リーフとなった。2016年1月28日に、トレバー・サイデンバーガーとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。 この年は顔面骨折の影響でメジャーマイナーともにプレイしなかった。2016年10月28日にウェーバー工事を経てシカゴホワイトソックスへ移籍した。2017年3月31日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級シャーロットナイツへ配属された。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年メジャーでは21試合に出場して打率。220.1本類打、6打点、1盗塁の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から外れる形でトリプル A 級シャーロットへ配属された。2017年12月12日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2018年7月9日に放出された。 2018年7月20日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。シーズン終了後、FA となった。2019年1月3日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。11月4日に FA となった。2020年2月23日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。 5月27日にリリースされた2021年4月5日にアトランティックリーグのウェストバージニアパワーと契約したありがとうございます。